はい、始まりましたよ、はい、久しぶりに、はい、こんにちは。ちょっと撮影、そうですね、久しぶりやね、ほんとね、すごい久しぶりで、半年ぶりぐらいじゃないていうか、クミチャンネルですって言わなあかんやん、これクミチャンネルですっていうのは久しぶりすぎて、うん、はい、言うの忘れてたよ。いや、本当ですね、うん、何ヶ月ぶりぐらいの撮影ですけどね、半年ぐらいだよ、はい、本当に全然で、今年やってないかも。やってませんかね、うん、そうです、うん、多分、うん、はい、ということで、なんか違うところに来てます、今日はね、うん、そう、なかなか、はい、なかなかこう、なんかね、障子があっておしゃれていいでしょ、これ、うん、ここね、うん、何屋さんだかわかりますか。テレ屋さんに決まってるやん、普通の。なんですぐ答え言っちゃうか。なんでよ、なな、何屋さんってこう、相変わらずつまんない仲間だな。もう、仕方がないよね、もう、パンパンと行こう、パンパンとかね、うん、はーい、ということで、今日は何についてお話しします。ちょっと待って、うん、何、いつもさ、うん、こっちが私だよね、位置的に。いっか、うん、時間やん、まあ、そんなのどうでもいいや。久しぶりすぎてもそんなの忘れてるわ、もうそんなね、忘れることが多いよね、うんうん、じゃあね、今日は、うん、今日は何、うん、抗がん摘出前に、うんうん、クミさんなんかすごく貧乏な時があったんでしょ、うん、ありましたね。電気止められちゃった話をしてみて。電気止められた話、うん、いや、まあそういうのはね、やっぱりあったね、面白い話してね。いや、極貧生活の面白い話はどういう風にする、なんかこう、寂しくなるやん。そう、うん、明るく楽しく話せばさ、いやー、どうですかね。いや、でもこうやっぱり、うん、いい時もあれば悪い時もあるんですけど、はい、まあその当時は離婚して、いろいろあった、まあ何年か経ったのか、うん、そのすぐだったのかちょっと忘れてましたけど、お家を追い出されて、追い出されたんじゃない、あ、違う、追い出され、言い方悪いそれ、追い出されたんじゃなくて、お別れすることになっちゃって、そうだからまあ離婚するのにあたってね、やっぱり養育費も払わなあかんってことで、うん、結局あのまあお家持っててね、もうし仕方がないからってことで、まあ養育費代の代わりにここ住んだらみたいなっていう、そういう提案をしたわけですよ。わかりました、うん、はい、で自らうちは出た、うちが出て、みんなが住んで、なんで引き止められちゃったの。あ、だって仕事がなんだろう、アルバイト的な、アルバイトになっちゃった、うん、社員パートアルバイトみたいなか、うん、をやってて、結局だから収入も少なくなりの、お家代も自分が払わなあかんってことになって、うん、もうどん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 少なく、もうね、うん、究極の方へ行ったわけ、うん、で結局、電気代もままならぬことになって、まあ、止められてまた払って止められてみたいな、なんかそういうね、何ヶ月かそういう続きまして、それはさ、止められた期間って、うんうん、真夏、あ、でも止めた、あ、いや、いつかな、それは忘れた、いや、忘れたんだ、うん、でも、腹そんなに真夏で、あ、今みたいにそう、熱中症何ヶ月も止められたわけじゃなくて、天然みたいな時じゃなかったんだ。あ、そうそうそう、止められて、でも、公営陣のような、あ、そんなんじゃない、じゃなくて、止められたら、止められたから払いましょうかみたいな、うん、あれ多分何ヶ月か貯めたら、あら、止められるでしょ、切られるでしょ、わかんない、私止められたことないもん。さあ、多分3ヶ月とか4ヶ月ぐらいでパッツン、だからそれまでにけ、なんていうの、あの警告も止めますよみたいな警告が来るの、うんうん、ね、もうそれでも払わなかったらバチンって切られて、うんうん、あ、やばいってなって払ったわけ。そう、全額ね。全額払わないと、つけてくる。ちょっと待って。何？ちょっと待って。何？どうしたの？私、今日から、見て見て、うん、マイクつけてるんですよ。そう、この人声がちっちゃいからね。あまりにも声が大きいと思う、ね。大きいっていうか、いや、大きいと思うよ。大きいかな。耳が結構痛くなるぐらい、割と、大きいんですよ、この人の声。うん、で、私が声がちっちゃいと。だって、もっとキャリーだから、キャディだったらもう関係ないから、あの、TPO って言ったら、ファーって言った
パーって言ってたから、怖くて私唾が飛びそうで怖くてちょっと下がってます。だから声は大きいの、うん、だけどそれ発声練習だったらいいけど、こういうさ会話の時はさ少し相手の声と調整しない。だってっていうかなんかもう声のボリュームはもうね、もうしょうがない、こういう高まって、うん、岡間がね、それは関係ない、岡間が大きいわけではないと思うよ。いやそうか、そうかな、岡間全員が大きいってわけじゃないでしょ。聞いてるよ、聞いてるよ、知ってるよ。なんか誰、そのお友達、やっぱり同じようにお友達がいて、うんうん、で、あの人たちってさ声でかいよね、大きいんだもん、うん、認めてんじゃん今。でもそれはね、商売柄やと思うよ。商売柄かな、うん、でもあなたは別に商売柄やと思う。ノーマルでやってるんでしょ。お店とか行ってる人ってやっぱパフォーマンスも上手だし、まあね、こう声のボリューム大きくなる必要はないと思うんですよ。うん、でもそうなんだもんね、しゃあないよね別に。別にそれがそうなの、オカマの人は声が大きいんです。あの発声が良くて羨ましいなって思うけどね、私にしてみたらさ、しゃあないよね、しゃあない、しゃあないけど、迷惑かけてんからいいやんか。もう少しさ落ち着いて話そうよって、うん、めっちゃずっと落ち着いてる。やっとねマイク買ったからちょっと少し安心してるんだけど、うん、はい、もうね、もう話脱線してる。違う、本当にさコメントから身近で見てるよって言ってくれる人から、うん、もうみんなに言われるじゃん、クミも言われるじゃん、うんうん、あの千織さんの声が聞こえませんとか、うん、そう、話脱線してるやん、もう。え、マイクの方へ。だって国民生活の話つまんなそうなんだもん。いやだから、うん、もうだからもうええよっていう話したやん、それは。面白くできないんだこの人、うん、ね、あのまあそうしょうがないね、しょうがないね。だから、はい、電気止められたぐらいだったってことかな。そうよ、何もなかったのね、うん、もうギリ、もう最低ギリギリのラインやったね、うん、本当大変な、まあ食べれたのはなんとか食べれたんですけどね、なんとかギリね、うん、もっと大変な人いるんだよ。いやそうよ、でも組は組なりに頑張ってたもん、頑張ってたからもうなんとか、うん、なんとか耐えたんやん、口がとんがっちゃう、なんとか耐えたんですよね、もうしゃあないですやん、まあ、ローン払ったよね、うん、家族のことを養いながらですね、うん、そう、だからもう子供のこと知らんってなってれば、って言って、そうはよう言わんかったし、やっぱりね、なるほど、うん、ということでした。 あんまり盛り上がりませんでしたまあこんな感じですよ、久しぶりに撮ったんで、うん、もう許してください。はい、はい、じゃあね、うん、また撮りますね、だねー。